さて、時刻は2023年1月21日の3時くらいになりました。というわけで、毎度おなじみマリオカート7をの世界戦を見に行こうなでございました。そうですね、時間帯はね、いつやっても結局部屋はわかんないということでね、まあ結局その日による、その日その時間帯の運なんで、もう何時にやっても意味ないということが分かったので、まあ適当にやります。はい、適当な時間帯にやろうということで、はい、こんな時間帯になりました。まあここら辺が多いと思いますけど、昼あたりが多いと思いますけどね、まあいいですわ。そうですね、皆さんは夜ギラス集めをしている時間帯だと思いますが、まあ僕も裏ではちょこちょことやっておりますが、今色違いを2匹捕まえたところですね。はい、そんなね、まあポケモン GO をやってる人が今ね、人間の中でゲームをやっている人の中で、ゲームをやっている作りで考えたら、今ポケモン GO が一番人気だろうけどね。夜ギラスってやっぱね、強いからね、わかると思うけど、っていう感じでね。まあ、ゲームをやっている人の中には、まあ、マリオカート7をやっている人もいるということでね。うん、まあ、その人たちを見に行こうということですよ。じゃあ、つなぎ方がよくわかりませんけど、この部屋は普通の部屋なのかよくわかりませんが、でも、最下位の人が普通に走っていること、っていうことは、割と普通の部屋なのかもしれませんね。はい。そうですね。まあ、ポケモン GO の話を伸ばすこともできないんでね。まあ、ちょこちょこっとやってますよくらいなことし、そんなポケモンも詳しくねえしな。そもそもスカーレット・バイオレット、まあ、買ってないけど、ポケモンのキャラ的な感じはちょこちょこ知ってるんだけどね。だから対戦動画とかたまに見たってか、最近はそんな見てないんだけど、最近はなんか APEX 見てるんだけどね。全然やってないのに。ってな感じで、ちょっとポケモンね、ちょこちょこっとは知ってるんですけどね。あ、てかまあ、ぼちぼち知ってるか。やってないけど、YouTube で見てたもんな。デカヌちゃんが強い。なんか、まあ、強いって言ったらあれか、うん。そんな対戦では知らんけど。フェアリーと鋼って強くねって思ってますけど。そんな話誰も聞いてないか。あ、そういや、今日は、エテ祭りじゃねえや、CR カップか。ちょっと、あんま詳しくないけど。まあ、皆さんも推しの人が出るということで、まあ、見るんじゃないですか。俺もな、APEX 、その、リリースされた当初からやりたかったなって思ってる。なんか、ね、面白そうだなって思っちゃうけど、なんかもう今更やるか、みたいな感じで思っちゃうし。ね、まあ、あれ、結局3人でやるゲームだからね、ソロでやってもなっていう思っちゃうんだよね。まあ、どのゲームもそうですね。ぼっちって悲しいですね。はい。というわけで今日はこの部屋を、もう一部屋くらい見てやっていきますわ。うん、まあ、レート帯的には3万くらいだと思いますけど、1万から3万くらいの部屋なんじゃないかなって思いますけどね。まあ、前の人たちが結構独走してた感じなんで、ちょっと知らん、わかんないですけど。まあそうだね、独走してた人が強い人って感じか、わかんないですけど。そういえばなんかショート動画がね、最近盛り上がっているようで、2月からなんか収益化が入るとかどうとかみたいな感じで、なんかそう、その点 YouTuber 盛り上がっておりますが、まあ俺もなんかね、サブチャンネルで出すっつってたけど、別にもうネタとかないっすよね。出す理由もねえかなって思って、もうまあもしかしたらまたメインにショート動画上げるかもしんないわっていうことをちょっとお伝えしとこうかなっていう。まあそれでどうなるかって感じだけどね。ショートって結構運なんでね、なんか何気ない動画が伸びるみたいな、まあそれがショートのいいところって感じか、わかんないけど、まあ、僕はマリオカート7の動画で狙っていきたいと、ワンチャンあるからね、本当に。バズったら、俺のやつも、なんか10万くらいいくからね。マジか。ってな感じで。まあ、もしかしたら、あれですね。
サブチャンネルで上がってたやつ全部消してメインに全部、まあ、全部は上げないけど、チーターの動画上げたってどうでもいいでしょ、もうチーターなんてそんな興味ある人いねえだろって感じ。チーターよりもレインボーロードでね、コーラ当てたりとか、あれだな、ショート化したりとか、そこら辺はショート化しながらトゲ回避したりとか、そこら辺がやっぱ、一番の俺の動画的には魅力あるんじゃないかなと思うんですけどね。ボン、誰が投げたんだ、わかんねえ。いやー、前が強いね。どうしようもねえや。でね、これ見りゃ分かると思うけど、割とまともな試合してるじゃん。こういう部屋もあるっちゃあるからね。どうしようもねえな。ボム、払ってくれないと無理だな。ここ、8デラックスで出たらちょっとね、水流出すのやめてほしいね。いやー、それは見えねえな。いやー、こんだけ詰まったら、危ねえ。まあまあ、緊急の人には負けるかな。いやー、軽量級が突っ走ったな。まあ、いい部屋一つ見れたんで、これでマリオカート7も盛り上がること間違いなしということでしょう。なんかね、バージョン 1.2 の、ね、出たよみたいな、そんな動画を今更出してもどうかなって思うんだけどね、ちょっとね、そういう考え方まで至らんかったね。1ヶ月経ってから、ああ、そういうのもありだなって思っちゃったんだよね。その、まあ、紹介映像とは言わずに、なんか CM みたいな感じでね、バージョン 1.2 が出たよみたいな感じで、そういう動画もありだったなと思って、ちょっと流れに乗り遅れちゃったなっていう感じで、ちょっとこれさっきの同じ部屋なんで違う部屋行こう。いや、もったいないことしたなって思っちゃいましたね。もしかしたらなんかそれ関連で適当にね、まあなんかマリオカート7やってるところを垂れ流してバージョン 1.2 が出たよみたいな動画か、ショート動画出すかもしんないですね。気が向いたら。はい。気が向いたらですけど。今更出してもなっていう。いや、だって1ヶ月経ったんだよな、本当に。ちょっと遅えんだよな、思いつくのが。まあ、てな感じですわ。最近は、そうですね、なんか、生放送のやる気も全然ないんで、まあ、裏でごちゃごちゃやっておりますわ、適当に。適当にやりながら、セブンのね、最後を待ち続けていますよ、はい。次盛り上がるのは何か分かりませんけど、でももうね、1月も終わって、まあ、2月初旬、2月、まあいいか、初め、あたりに、まあ忍耐来るんじゃないかなと思ってるからね、まあ、それを楽しみにしておきましょう、皆さんも。何が出るんかね、逆に予告されてた、なんかいい感じのゲームとかあるんかね。なんか割と出尽くした感あるような気がするんだけどね。これまでに予告してたやつ。この新作ゲームね。なんかアップデートか、まあゼルダってもうどっちかって言ったらアップデー系じゃん。でもそれでもすぐに人気あるんだろうけど。俺もやってみたい感はあるんだけどな。なんか今更やってもなって思っちゃうんだよ。そう、今更なんだよな、本当に。だから次はまあマリオの何かしら、マリオ、まあ任天堂が何かしら新作出してもいい頃なんじゃない？またスプラみたいななんかすごいゲーム出してくれたら僕は嬉しいんですけどね。流行りに乗りたいところですけど。
まあでもスプラとかスマブラとかもう永遠に遊べるゲームみたいな感じではあるからな。すごいよね。また、どんな神ゲーを作ってくれるか。マリオカートを入れるの忘れてました マリオカートもね。でもマリオカートね。プロとかないからね。一応ね。まあでも、ニンテンド、あ、まあでもあるか。うん。スマブラとか。スプラも、大会とかな。オフ大会とかあんま聞かないけどね。スマブラは結構聞くような気するけど。というわけで、まあ、今絶賛ポケモン GO を皆さんやっているところですが、まあゲームをやってる人はね、うん、他のゲームをやっていて、マリオカート7をやっている人口は12人ということでね、8と4ということで、あ、違うか、7と4くらいになるか。まあそんなもんですわ。ああ、それならインついた方がよかった。強っ。どうしようかな。俺は投げてこないっしょ。強いもん、塊でしょ、これは。どうすんの、これ。いやー、そうなる気がした。マリオの人がミスってたもんな。いやー、やべ。使おう。ミスった。こっから上がれる保険とかあるんですか。あれ、マリオの人が何してんの。絶対1位取れたじゃん。まあ、トゲか。もう。まあまあまあ、普通に走るよりか一応速いからね、キラーの方が。まあ、ギリギリ許せるか。微妙なもの持ってきましたね。さすがに。いやー、それなら使っちゃダメだったな。いやー、これキノピオの勝ちかな。ちょっとミスっちゃったね。危な。ちょっと早めに投げられたら詰むんだけど、さすがに防御は出てくれ。しゃあない。もうこれは2でいい。4人になるとね、こういう感じになっちゃうんだよね。あ、でも飛んできた。うん、こういう感じになる。あ、でもスルーしたか。あ、スルーせんかったか。寂しいよな、4人って。あ、もう手が固まって、ブレーキドリフトできねえわ。まあなんか、まあ、ちょっと、今週は3日も投稿しちゃったんで、話すことあんまなかったんですけど、はい。こんな感じで許してもらえるでしょうか もっとレースしてほしいんですか？皆さんは。何してほしいですか？うん。僕はやる気あり次第、皆さんの願いを叶えてあげますけど、でもね、普通にレースができるっていうことはあまりないです。見たい？そんな。でもな、そんなね、昔みたいにレースだけを見せるみたいなことを別にできるけど、それ見たいのって思うんだけどね。でも普通にレースをできる試合っていうのがまずあんまないからね。あ、まあ、久しぶりにコミュニティでも開いてもいいか。みんながやってそうな時間帯、まあ10時とかに、まあ1回くらいはやってもいいかなって感じですけど、はい。まあ何か要望あれば、僕の叶えられる範囲でだったらやるかもしれない。まあそんな感じで期待しておいてください。ちょっと、まあショート動画も、マリオカート7勢を増やすために、もしかしたらね、メインで復活するかもしれないんで、よかったら見てね、拡散してやってください。結構ね、ショート動画って拡散能力はあるからね、まあ運次第ですけど。まあ、よかったらお願いしますということで、はい。マリオカート7は、まあ、どの時間帯にやってもやっぱり人は変わらないって感じですかね。まあ、でも最初の部屋がぼちぼち良かった、部屋なんてあって、良かったんでね、はい。まあ、そういうね、いい部屋を引けた時に皆さんは、まあ、長時間やって、レート稼ぎでもしてください。はい。というわけで、お疲れ様でした。